んにちは。顔の下半分がドブに浸かってきたかのように色が変色している男です。今日はくら寿司でまたまたお寿司以外の新メニューが出たということでやってまいりました。そのメニューとは究極の一杯と銘打たれた赤鶏ゆずうどん360円。100円ショップに360円の商品が置いてあったら結構いいものじゃないともう嫌だからね。だからこれも期待せずにはいられません。そしてこちらは腹ごしらえのイワシ。うどんだけ食べてお腹いっぱいになっちゃうのはさすがに嫌なので好きなネタを食べておきましょう。さすがにうまい。ついついスイッチが入ってしまいビントロもオーダー。このビントロをビントロの上でバウンドさせてバウンドさせて食うと思いきや食ってるところが取れてなかった。録画ボタンを押したつもりが押せてなくて止めるつもりで押したやつが録画になっちゃってた。もう痛恨のミス。もう仕方がないからもう一回ビントロ頼もうかと思ったけど画面には別に注文していたものが間もなく到着とのご報告。やってきましたマグロユッケ。これも毎回頼んでしまうほどの好物でございます。これをどう食べるかと言いますとなんとまさかのさっきと同じボケ。よっぽどさっきのが悔しかったご様子。そしてうどんが全然来ないのでついつい取ってしまったとんかつ。なんでとんかつがあるの。このとんかつに乗っているマヨネーズをここでショーバウンドさせてまさかのこっちのとんかつを食う。すんごいしっかりしたとんかつ。さあやっと到着しました赤鶏ゆずうどん。蓋を開けて目に飛び込んでくるのは結構な面積を占める輝く赤鶏。うまそう。麺と鶏を一緒に持ち上げて食う。うまい。鶏の数は合計4枚ということで1枚食べてもまだ3枚も残ってる。なので1枚くらいはほぼ鶏だけ食うみたいな贅沢も可能。スープはあっさりですが出汁や柚子の風味がしっかり効いているので物足りなさは全く感じません。ついつい飲み干してしまう美味しさでした。食後はイタリアのデザートティラミス。これがもう200円するんですけどやっぱり安定の美味しさなんです。とんかつ食ってうどん食ってティラミス食って。これ結局何屋さんなの。